はい、それでは紹介していきましょうか。今をときめいてるかどうか、ちょっと怪しい選手かな。元気にしてるかって、おい、息してるかっていう選手ですね。室谷、下なんていうのこれ、室谷聖っていうのか、すげえな、名前すげえな、室谷聖。この選手もね、若くしてオリンピック代表も選ばれて試合出たし、で、FC 東京でも試合出たし、で、日本代表にも選ばれて試合も出たんかな。ただね、まあ、走力もあるし、スピードもあるんですけど、フィジカルがないんですよ。フィジカルが全然。ほら、パワー12ってなってるでしょ。フィジカルが全くないんですよ。ガリガリなんですよ。何ミサイルバックで。多分あれですよね。南野と同級生って考えてましたね、確かね。そうそう。で、FC 東京で試合出始めてて、日本代表選ばれてて、んで、一気にあそこ行ったんですね。ドイツ。ドイツのどこかってハノーバーかな。まあ、サイドバックでね、海外に行くって本当大変なんですけど、まあ、どうなんすかね、試合は。でも安定しては出てないですよね。出たり出なかったり繰り返してて、まあもう、ちょっと代表に関して言うとね、ちょっともう難しいかなと、いう感じのレベルですよね。やっぱ世界でやっぱフィジカルがものを言うんでね、やっぱ最低限のフィジカルあればいいんですけど、最低限のフィジカルがないんでね、ちょっと無理はきついっすよね。酒井宏樹、山根、まあ酒井宏樹があかんかったとしても、まあ長と思いますしね、まあ森保的にはね、俺はいらないなと思ってるんですけど、まあちょっと難しいところかなという感じがしますね。まあ、して2部ですからね、これが1部でね、ある程度活躍してたらやっぱりなんかね、おっと思うんですけど、ずっと2部ですから、まあ1部に行けるほどのね、なんかそのオファーもないでしょうから、今のこの活躍ぶりではね、この全然試合もあんまなかなかね、安定して出てないんでね。まあ俺の予想的にはワールドカップメンバー落ちしてそろそろ日本帰ってくるかなっていうパターン、パティーンかな。どう？